レクイエムだ。あれはジョルノのレクイエム、ゴールドエクスペリエンスレクイエム。ゴールドエクスペリエンスは矢のパワーの先に行ったわ。生き残るのはこの世の真実だけだ。真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。仲間たちは死んでいったが、その行動や意志は滅んでいない。彼らがこの矢を僕に手渡してくれたんだ。そしてお前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか、それはこれからわかる。あんたは果たして滅びずにいられるのかな、ボス。何が起こるんだ、これから何が。まさかまた魂が入れ替わるのか。わからない。今は誰も、ジョルノ自身にもきっと。でも今のであのレクイエムは完全にジョルノにコントロールされているのは分かったわ。暴走はしていない。見えなかった、今のやつの攻撃の瞬間が。だが今の攻撃予知はできた。今完全に食らわなかったのは俺の手に穴が開くのが予知できたからだ。ギリギリで奴の攻撃はかわせる。今のあのゴールドエクスペリエンスの攻撃は確かにすごいパワーだった。しかしただそれだけだ。ただパワーがアップしただけだ。脅威ではあるが予知ができている。俺には乗り越えられないことではない。運命は俺を頂点に選んでくれたのだ。このディアボロはいつだって危機を乗り越えてきた帝王なのだ。いい気になって知った風な口を聞いてんじゃないぞ、ジョルノ・ジョバーナ。お前には死んだことを後悔する時間をも与えない。キング・クリムゾン、我以外の全ての時間は消し飛ぶ。見える、こいつのスタンドの動きが。何をしようとしているのか完全に。予測できるぞ、このカスどもの動きは。ゴールドエクスペリエンスの攻撃はこれで完全に封じられた。数秒後時が開始しても、お前の目はもう再びこのディアボロとキングクリムゾンを見ることはない。真実の頂点はこの我が能力にある。やった、勝った。一瞬早いのは俺の方だ。余地はこいつの心臓を完璧にぶち抜いているぞ。未来は我がキングクリムゾンの動きを選んでくれた。終わった。なんだ。まさかこれは。消し飛ばした時間が逆行しているのか、このレクイエムは。まずい。全てが元に戻っていく。しかし余地はまだこのディアボロの方を選んでくれている。くらえ、ジョルノ・ジョバーナ。俺は何だ、俺は何を見ているんだ。俺は夢を見ているのか、幻覚を見せられているのか。いや、そんなはずはない。吹っ飛ばした時間の中で動けるのはこのディアボロだけだ。これがレクイエムだ。